2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略において、ロシア軍が1000両もの戦車をウクライナ軍の攻撃によって破壊されたみたいだね。アメリカ国防総省の関係者が明らかにした内容だな。アメリカのメディアである CNN ニュースが5月27日に報じているぜ。今回の戦いでロシア軍は多大な被害を受けているよね。多くの兵器を失っているし、再編にはすごく時間がかかるんだってね。戦略のずさんさが招いた結果とも言えるから、自業自得な部分は否めないな。そうだね。さて今回は、冒頭で紹介した通り、ロシア軍がウクライナで1000両の戦車を喪失したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。記事の中では、侵略開始の2月24日以来、ここまでのロシア軍の損害について触れ、戦車が約1000両、自走式榴弾砲などの野砲が350門以上、爆撃機30から40機程度とヘリコプター50機以上と国防総省関係者が示した内容を伝え、その上でロシア軍はこれほどの損失を出したものの、全体としてはまだ余裕を残していると分析していることを語ったとしているよ。さらに、ロシア軍もウクライナ軍の双方が、多くの兵器と人員を戦闘に投入しており、双方が大きな損失を被っているとした上で、ロシア軍は多大な損害を出しながらも、未だに兵力、兵器、装備などの点でウクライナ侵略に注入可能な資産を多く保有しており、ウクライナ軍に対して優位に立っていることに変わりはなく、アメリカや西側諸国はそのことに優位しておかなければならないと述べたと結んでいるんだ。ロシア軍、ウクライナ軍双方の被害については、双方からのプロパガンダ的な発信や西側メディアによる様々な憶測が飛び交っていて、正確な実数の把握はできていないが、ロシア軍兵士の人的損害はすでに2万人を超えているというのが西側メディアの大方の見方となっているぜ。この数字は、過去にロシア軍が質介入して失敗したアフガニスタン紛争での戦死者数1よろず5000人を、わずか3ヶ月で大きく上回ったことになり、ウクライナでの戦闘はさらに長引くとの見方が出ていることから、プーチン大統領が撤退を決断しなければ、さらに戦死者数は膨れ上がるだろうな。そうだね。さて、ロシア陸軍地上軍の正規兵力は2020年時点で約28万人とされているんだけど、今回のウクライナ侵略にはその 65% に当たる18万人以上を投入したとされ、イギリス国防省の分析ではそのうちの 30% 以上となる5万人以上が戦死もしくは負傷のために戦闘不能になったとされているよ。戦術論などでは、部隊が戦闘を継続することができる目安として損耗率が挙げられているんだけど、これには様々な定義があり、部隊が置かれた状況や戦意など計算できない部分もあるため一概に語ることができないんだけど、一般的には部隊を構成する人員 10% が損耗戦闘不能の状態となることで戦闘行動に支障が出始め、これが 15% になると部隊の交代や人員の補充、あるいは再編成が必要となり、損耗率が 20% を超えたらほぼ戦闘不能状態、さらに損耗率 30% 超えとなった部隊は戦闘不能状態とされ、50% 超えで全滅と判定されるというんだ。ロシア軍は3月中旬以降、首都キエフ周辺に展開して包囲していた部隊を撤退させた際の侵略軍全体の損耗率は、アメリカのメディアなどが発表した数字で 20% 以上とされていたんだけど、特にウクライナ軍から激しい抵抗を受けていたキエフ周辺の部隊の損耗率はさらに高かったものとみられ、キエフ攻略を諦めざるを得なかったのは当然との見方があるよ。現在東部のドンバス地方で攻勢を強めているロシア軍部隊は、キエフ包囲から撤退した部隊が再編されて投入されていると見られるんだけど、この攻勢でドンバス地方のルハンスク州、ドネツク州の完全制圧ができなかった場合、再度それを試みるための予備兵力の投入が必要となるだろうね。その状況下でプーチン政権は、志願兵の年齢制限を撤廃することへの手続きを進め、18から40歳のロシア人と18から30歳の外国人が志願兵として契約できるとしている現行法の上限年齢をなくす改正法案を議会に提出し、5月25日にロシア議会の上院、下院両院において賛成多数で可決され、この先、法案はプーチン大統領の署名をもって成立する見込みとなっているんだ。この改正法案を提出したロシア国会議員らが語るところによると、高精密兵器の使用や武器や軍備品の運用には、高度な専門家が必要であるとした上で、それらを扱う兵士が熟練の域に達するのは40歳を超えてからであるために年齢制限撤廃の必要性を訴えたとしているんだって。そして、年齢制限をなくすことで、工兵や医療、通信分野などの専門分野に対応できる人材を集めることが可能となると説明しているんだけど、西側のメディアではこれについて、ウクライナでの人員損失が予想を大きく超えたことへの対応策であるとしており、
老人をも戦線に駆り出して兵員不足を補う目的があると見ているよ。なりふり構わずウクライナを攻めるつもりなんだね。敗北はプライドが許さないのかな？また、戦車の損失についても影響が出始めていて、侵略開始前にロシア陸軍が運用していた戦車は約2800両とされ、保管状態にある旧式戦車を含めれば約1万3000両を保有していると見られているよ。ウクライナにどれほどの数の戦車が投入されているかは不明なんだけど、現在のところウクライナで運用が確認されている戦車の種類は、T72、T80、T80U、T90、T14 などとなっていて、その中で数が多いのは T72 で数千両が保管されているものの、稼働状態にあるものはさほど多くないと見られているんだ。そしてここに来て、ロシア軍が旧式の T62 戦車を投入する動きが見られるとして、ウクライナ国防省が5月25日に貨物列車に積まれてウクライナ方面に輸送されるとする画像を SNS に投稿したことが話題となっているよ。今回の侵略で破壊された戦用の戦車のうち 70% が T72 とされていることから、ウクライナ国防省では保存車両も含めて稼働可能な T72 を配備し尽くしたのではないかと見ており、CNN ニュースの記事にあったロシア軍戦車戦用を破壊という数字の信憑性が高まっているね。ちなみに T62 戦車は1962年から旧ソ連地上軍の主力戦車として配備が始まり、現在のロシア地上軍においても現役として後方部隊などに配備されているぜ。実用化当初の前期型の主砲は、前級の T55 と同じ 100mm ライフル砲 D54TS で、これには発砲した後に空薬莢を砲塔を上面ハッチから自動に排出する機構が備えられ、その後、1962年以降の後期型から55口径 115mm 滑空砲融合 TS に A20 に換装され、当時の世界の主力戦車の中で初めてであり、アメリカの主力戦車 M60 の 105mm ライフル砲よりも強力とされていたな。T62 は、1962年から1975年かけて約2万2000両が生産され、T72 の約2万5000両に次ぐベストセラー戦車となり、北朝鮮など第三国でのライセンス生産は1989年まで続けられていて、現在でも北朝鮮、中東諸国、中央アジアなどの旧ソ連加盟国などでは現役の主力戦車として運用され、ロシアにおいてもソ連時代の1980年代に近代化改修が行われた T62M、T62MV が現役として運用されており、今回ウクライナ国防省の SNS に掲載された画像の T62 はこれらであろうと見られているよ。また、若い戦車兵が旧式戦車である T62 を操縦するにはそれなりの訓練が必要となり、直ちに戦力として運用できるかを疑問視する声もあるんだよね。しかし、プーチン政権では志願兵の年齢制限の撤廃を決定したことを先に述べた通り、T62 に登場していた元戦車兵の高齢者を再び兵役につけることが可能となっており、若い兵士に訓練を実施せずとも T62 の即時運用が可能であると見られるよ。しかしながら近代化改修されたとはいえ、主砲の発射速度が低く、エンジンは非力で速度を出せず、主砲への自動装填装置がないなどの問題を抱えており、仮に前線に配備されたとしてもウクライナ軍の T72 や T80 に簡単に撃破される可能性が高いぜ。そのため、大方の予測においてロシア軍は T62 を東部ドンバス地方の新ロシア派武装勢力の防衛用とするほか、これまで占領した都市などを警備している後方治安部隊に配備して、それら後方部隊が保有している T72 や T80 を前線部隊に回すのではないかと見られているんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、エベレストについてだよ。エベレストといえば世界で一番高い山だよな。エベレストを登頂する人たちは本当に尊敬を覚えるよ。まず、そのエベレストについて紹介するね。エベレストとは、海抜8848メートル、世界で一番高い山のことだよ。海抜って何なの？海抜はね、平均海水面からの高さのことだよ。なるほどね。それにしてもエベレストって本当大きいよね。ちなみに、なんでエベレストって名前なの？今から言おうとしたんだけど、まあ解説していくよ。ちなみに名前の由来は何だと思う？ん？僕にはわからないや。ちなみに俺に聞いても無駄だぜ。すかしてる割にわかんねえのかよ。おい、なんか心の中で言っただろ。わかってんだからな。さあ気を取り直して説明していくよ。無視かよ。エベレストは実は人の名前から来ているらしいんだ。19世紀イギリスの統治下にあったインドの測量局が初めてエベレストを測った時に、それを記念して、前測量局長官だった、ジョージ・エベレストの名前から取って命名したらしいよ。へえ、すごいね。
僕も山の名前になりたいよ。また始まったよ、無理なんだい。ちなみに、エベレストは中国とネパールの国境にまたがっており、中国ではチョモランマ、ネパールではサガルマータと言われてるらしいぜ。よく知ってるね。まあな、それじゃ今日の動画は終わりだよ。